別れた。そうなんですよ。私高校時代の時にすっごいパラパラ大好きなあのギャル男と付き合ってたんですよ、うん、もうパラパラがもう世界で一番大好きなパラパラ大好きなギャル男と付き合ってたんですよ。パラパラで生きてる価値が見出せない、生きてる価値が見出せない、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 ない